歌舞伎市川團十郎さんファミリー気になる話スタートします。市川中車さんにかかる團子さん、将来の市川猿之助襲名市川中車。歌舞伎俳優の市川猿之助さんが5月18日に緊急搬送され、市川團十郎さんは胸を痛めている。市川中車さんが主演する歌舞伎座昼の部京成飯ごうの評判がすこぶる良い。中車さんは父三代目猿之助さんが過去に演じた浮世又兵衛に初めて挑み、市川猿之助さんが出演予定だった女房お徳を中村壱太郎さんが代役で務めている。明治座不死鳥よ鳩を超えて平家物語慰問の大役で一躍脚光を浴びた中車さんの息子の市川團子さんも又兵衛の弟弟子の修理之助役で出演している。映画ドラマで活躍していた香川照之さんが歌舞伎入りして市川中車を襲名したのは11年前のこと。四代目猿之助さん、息子の團子さん襲名と同時だった。今回の猿之助さんの件で取り巻く環境が一変した。猿之助さんの不在で7月の歌舞伎座昼の部菊の宴月の白波で猿之助さんが主演予定だった宇野貞九郎役を配役変更で演じることになり、宙乗りに初めて挑む。さらに8月の歌舞伎座、9月の京都南座で新水滸伝にも市川中車さんが主演する。4ヶ月の連続出演となり、中車さんの今後は澤瀉屋の一門の中で主導的な役割を求められるだろう。中車さんが歌舞伎入りしたのは團子さんに猿之助を襲名させたいという強い思いがあった。今回の大役劇で團子さんの実力、将来性については多くの人が認めることになった。團子さんを将来の襲名に向けてしっかり導くこと、そして数多くの門弟がいる澤瀉屋一門の結束を守ること、それらが中車さんの双肩にかかっている。私の感想は、猿之助さん不在で市川中車さん、團子さん親子に求められる役割、澤瀉屋の看板を守るプレッシャーも相当あると思います。中車さんは團十郎さんに12月公演で復帰を助けてもらった、自分でと考えるより團十郎さんに相談しながら将来の5代目猿之助さん襲名まで力を借りてもいいと思われます。市川中車さんにかかる團子さん、将来の市川猿之助襲名市川中車でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。